はい、えー、お疲れ様です。FX オリガラヒの皆様、あそして即可塾限定動画をご覧の皆様、えー。今ね、11月10日の朝6時6分です。朝のライブ放送が終わってすぐこれを撮り始めてるんですけども、2時間ほど前に私エントリーしてるんですよ。それは NG が出るかなと思ってエントリーしたんですけども、まさにね、NG っていうのはどこに出てるかっていうと、ここですね。オリガラヒの皆様は動画の方でお知らせしてますけども、NG が出るんではなかろうかというふうに考えて、 私がエントリーしたのは、ここです。ここの頭と同じところ。つまり、この、あの、要線の切り替えり目ですよね。え、まさに、これ取れましたね。私の場合は、これが。<laughs> まあ、あの、ライブ放送する前に、こう、ちょびっと見てね、あの、テイクプロフィットラインを、こちらの方に、ここのギザギザのところに設けてましたんで、パシッと利益上がったの分かったんですけども、ライブ放送が終わって、今見てみると、なんかね、私がエントリーしたポイントまで、 ほとんど同じところにこのチャートバーが戻ってますね、ローソク足が。どういうことかって言うと、私と同じように考えてエントリーをしてここで利確した人がいかに多かったかってことだと思います。まあ、正確に言うといかに多かったかというよりも、あの私と同じように資金投入した方というのは少ないんですけども、まあ、ロットが多かったんでしょうね。少人数がまあ、そこそこの資金を入れたっていうこと、それを決済したからこの悲劇になったんでしょう。 だから多くの人が少ない金額でこの選択をしたっていうことではないっていうのはね誤解しないように伝えておかないといけないかなと思いますさあそんな感じでとりあえずは NG があることを、えー、4時の相場解説をお話ししたっ、えー、と本当にエントリーした直後に NG を書いてくれましたね、はい、でもねこれだけで終わりはありませんこれだけで終わりじゃなくって、あのー、こっからね、あのー、こういうふうに左右対称を作っていくんじゃないかなと思いますんでこういうふうにこういうふうに ここからは倍で攻めていけるんではなかろうかと思って今日は一日倍戦略でいこうかと思いますその第一弾が早速取れたんでじゃあ今度はまだね自信がないですから今まで稼いだ金額の半分でね追撃していこうかなと思いますそうすると今日一日どんなに考えてもプラスで終われるっていう寸法でございますもちろんこの考えをこう変えてですねあの自信がついてきたらあのこちらのロットのさらに上を行く エントリーで追撃をもっと稼ぐって形にもできるんですよ。うん、どうも私がここでね、そこに打ったんで、なんか倍が続くような気はするんですよね。ただまだそこまでの自信がないんで、もうちょっと午前中をしっかり見て、あ、確かにこれはもう倍でいけるなと思ったら、その時こそ強化したロットで倍で追撃しようかと思います。本格追撃ですね。はい、ということを前提にお送りして、また冷やしから見ていきます。はい、冷やしなんですけども、介入があったのがここですよ。 152円ギリギリのところそっから落ちてさらに戻り売りって感じでここに来てますよね。となると今できているこの要線はここの要線と似たような形を作るのかこういうふうにねさらにこれが W を作ってネックラインを越えて W は右辺が強いって言葉もありますんでついに。 こういうふういいな152に達すするるのかっっててシナリオも見えるってことですよねそうなるとは言いませんけどもいくつかのシナリオの中で有力なところを今こうやって2点3点とお話しててるところですまあこのいくつかに絞っていくってことになりますじゃあ4時間ですうん4時間はあれ4時間はこうですかね4時間うん見方としてはねここで底を打ったんじゃないかなっていうふうに考えることもできるんですよね こういういにねダブルボトムとは言いませんけどもまあダブルボトムとか引いてはトリプルボトムに近い形でこっから下にはならないだろうっていうような底固めを意識してじゃあこちらの方が一時電気かもしれませんけどもこの辺りまで上がってくる左右対称をね書いてくれればいいなっていう願望とともに今のところ頼れるテクニックからそのぐらいしかないんでまあ倍に入っていくっていうことをね今日は。 あの方針としてて決めていきます、えー、今日一日は基本的に倍で取るっていうことですで倍のエントリーも多少リスクは感じていてもちょっと、ね、今日一日はやっていこうかと思いますその第一弾は先ほどさっき取れましたんでねよかったなというところですねまあ幸先がいいですもう一回1時間見ていきますエフクスオリアルヒの皆様に4時ぐらいでおす,すめしたあのお話ししたのはこちらの方がね底固めを作って 左右対称になるんじゃないかなっていうのが考え方の出発点なんですよこの左右対称って結構あるんですよねぴったり正確に左右対称じゃないですだいたい同じような形でこれ以前もこの共通動画でやりましたけどもこことここが結局は正三角形になるみたいなね感じで動いていくんではなかろうかとその間にまあギザギザ入ってきますけどね大きな方針としてはここで転換が起きたんじゃないかなっていう風うに感じることです ちょっと前の配信で、これが転換のサインじゃないかなっていうふうに感じたことがありました。それはここです。まあ、あの、結論としてはこれは違うってことが分かったし、今ではさらに違うと思いましたけれども、ただ、2本の組み合わせではなくてね、これ全体としてもうそこが固まりましたよってことを示しているんではなかろうかというふうに、ちょっとほんのりと思ってますね。これも別にテクニカルにこういうのがあるわけじゃないんで、なんとなく今まで何千回も繰り返してきたトレードの中で、このパターンっていうのがまた思い出されたっていう程度なんですけどね。 はい。というところでね。じゃあ次回というかこれからどうするのかってことですけども、とりあえずは今度はもうお分かりでしょうか。このげがありますよね。このげを抜けたらエントリーします、今度は。バイの方で。抜けない限りはただ見てるだけにします。セルの方にも動いても入れません、セルは。とりあえず今日はバイで取ることを頑張る木曜日にしようかと思います。それではまた追加放送お待ちください。